状態は。マヌケな族がいたもんだ。チャンス、みんなやっちゃえ。アンドラ行くぜ、ヘルトロン。来い、アルセーヌ。決めるぞ、ヘルソラ。ヘルソラ、オルトロス受けてみろ。ロブロイ、わしのペルソナ。ここで終わるのか。お兄様、いつでも行けます。本気でやっちゃいますよ。人思いにやってくれ。おいで、眠るぜ。アンドラン行くぜ、ヘルトロン。大盗団は無事勝利しましたとさ。めでたしめでたし。貴重なもののようだ。もらっておこう。了解。来い。任せろ。いただいていく。宝箱だわ。開けてみましょう。
にしない？もらっておこう。程度。お兄様、いつでも行けます。出番だ、マンドラン。本気でやっちゃいますよ。おいで、メメルセ。マンドラン、行くぜ、ヘルトラン。人の名になってくれ。知れた。ここからは、まばたき禁止です。オーダー上がったぜ。いただいていこう。ものの用だ。後ろにあるのが多分コアだよね。つかどう見てもあれザ・俺を倒してみろてな感じのやつだよな。なんか微妙に気持ち悪いんだけど、シャドウなのかわかんないけど鳥肌立っちゃう。わかる、あ
なんか妙な気持ち悪さを感じんだよ。見た目だけじゃなくて。コア。いや、あれがお宝。するとお宝前にして興奮しちゃったのかも。まあ厳密に言えばあれはコアであってお宝ではないかな。目を覚ませ。あ、我が輩は一体何を。また旅でも吸引していたのだろう。だから我が輩は猫じゃねえ。てかお前こそフクロウのくせに、なんなんだその謎のフードは。何を言うか。このフードはいなせでなおいた方に。ここまで。何にせよ、あいつぶっ倒してコアを手に入れるしかねえんだろ。やってやろうぜ。いただいていく。やってやるよ。楽しいショーの始まり始まり。めちゃくちゃでかい。コアを奪われまいと自己認知を変えた。何せ余興的だ。全力でかかれ。出番だ。マンドラン。ペルソナ。なんということを。ユダイアルセール決めるぞ。ペルソナマウゾロブロイ。わしのペルソナ。なんということを。ペルソナペルソナペルソナハゼス。いただいていく。ということを。その命さし向かう者にはせよ。この程度やばいな。お兄様、いつでも行けます。本気でやっちゃいますよ。おいで眠れて。アンドラペルソナ。よくも。ほいアルセーヌ決めるぞ。ペルソナ。よくも。もう一度アルセーヌ決めるぞ。ペルソナ。ということを。一気に決めましょう。マウゾロブロイ。わしのペルソナ。よくも。ペルソナ。これでどうだ。ということを。向
向かう者には当たんねえよ。やるー、野蛮な風穴けるぞ。マンドラン、ペルソナ、よくもありえない。うまい、アルセーヌ、決めるぞ、ペルソナ。ということをありえ、欲しい欲しい、すべてが欲しい。死も名誉も夢も希望も欲望も。もう一度。来い、アルセーヌ。決めるぞ、ペルソナ。ということを。羽ばたけ、ローブロイ。ペルソナ。これでどうだ。マンドラン、ペルソナ。えげつないの入りましたね。歯向かう者には死よ。準備万端ですね。本気でやっちゃいますよ。おいで、メメルテ。歯向かう者には死よ。俺らのもてなし、くらいな。来い、アルセーヌ。決めるぞ、ペルソナ。ロブロイ、わしのペルソナ。ペルソナ、いただいていく。風穴開けるぞ、マンドラン、ペルソナ。歯向かう者には死よ。歯向かう者には死よ。アルセーヌ、決めるぞ、ペルソナ。ロブロイ、ペルソナ。ペルソナ、
いただいていく。出番だ、マンドラン。料理してやるよ、ペルソナ。ありがとう。それが全力か。準備万端ですね。差し出しなさい。決めるぞ、ペルソナ。ということを。お兄様、いつでも行けます。本気でやっちゃいますよ。おいで、メメルセ。マウゾ、ロブロス。来るのだ、ペルソナ。助かる。これでどうだ。マンドラ、ペルソナ。その命差し出しなさい。決めるぞ、ペルソナ。お楽しみはこれくらって。ロブロス、今こそわしらの欲望を羽ばたかせ、己が責務を果たす時。受けてみろ。お、めげつないの入りましたね。アンドラ、ペルソナ。我が心を満たすだけの全てが欲しい。決めるぞ、ペルソナ。もう一度。お兄様、うまい。準備しました。本気でやっちゃいますよ。おいで、メメルセ。来い、アルセーヌ。決めるぞ、ペルソナ。ロブロイ、来るのだ、ペルソナ。ありがとう。ペルソナ、いただいていく。めげつないの入りましたね。この程度。その命をやろう。向かう者にはしよう。準備万端ですね。ショータイムだ、アルセーヌ。風穴開けるぞ、マンドラン。料理してやるよ、ペルソナ。ありがとう。
セール決めるぞ、ペルソナ。ということを、もう一度来い、アルセール決めるぞ、ペルソナ。ということを、マウゾ、ロブロン来るのだ、ペルソナ。ありがとう、ペルソナ。いただいていく。ということを、歯向かう者にはせよ、その命。この野郎、歯向かう者にはせよ。わしが追い込まれている。風穴開けるぞ、マンドラン、エルトラ。よくも来い、アルセール。決めるぞ、ペルソナ。いただいていく。準備万端ですね。じゃあ俺らにかかりゃ、てめえなんざ目じゃねえぜ。なんかさっきの敵すごく既視感があったんだけど、気のせいかな。まあ、何にせよ無事に倒せたんだしさ。ワンダ、コアを奪ってくれ。やはりこうなったか。している核を奪ったのだ。崩壊して当然。つまりこの城はすぐに崩れるってことだ。お前ら急げ、戦略的撤退を決め込むぞ。よっしゃ、出口着いた。なんとか城が壊れちゃう前に間に合ってよかったね。コアを奪ったことで脱出を妨害していた不思議な力もなくなっているようだ。ここもいつ崩壊するかわからん。この世界自体から早く脱出しよう。ってことは、パンサーたちとはここでお別れってこと。クローザー、トモコちゃんの仇撃てるといいね。うん、絶対に撃ってみせるよ。パンサーもシホちゃんのこと頑張って。うん、ありがとう。せっかく仲良くなれたのに、ここでバイバイするのちょっと寂しいね。けどまた異世界ナビの調子がおかしくなったら会えるかもしんねえよ。それはそれで怖いか。きっとまた会えるよ。だといいね。ほら、悠長に挨拶してる暇はねえぞ。崩壊する前に脱出するぞ。
やっぱなんやかんやであいつら息合ってるよな。世話になった。また会おう。何しようとしてたんだっけ。そうだ、今日は異世界に行って木内のパレスに潜入するってことでいい。うむ、お前たちもかなり力をつけてきた。お宝を手にする時も近いだろう。本当？やった。その子のためにも早くお宝を探し出さなきゃね。どうした？ぼーっとして。何か憂い事でもあるのか？